はい、こんにちは、バスマンです。今日はですね、最近反逆さんのが大会を開くということで、で、その大会についてちょっとだけ紹介さ、してもいいという許可をいただきましたんで、ちょっと、はい、大会についてのちょっと紹介をしていきたいと思います。で、もうほんと大会っつったらもうだいぶ久しぶり、もう1年ぐらいは開かれてないんじゃないですかね。で、そこで反逆さんがもっと今のシティダンクをちょっともっともっと盛り上げようと立ち上がってくれたわけなんですよ。はい。なんで、本当、大会私も一回だけ参加したことあるんですけど、本当、なんか、ごめんなさい、ちょっと、喉が、今日ちょっと喋りすぎた。で、本当に、やっぱ、なんかチームだったり、いろんな話を、なんか、メンバーとしたり、どうしたら勝てるとか、そう。で、戦う時も、やっぱり、いつもよりも、勝利に飢えたり、緊張感もやっぱ半端ないんで、で、そういうのを経験しとくと、やっぱり後々のシティダンクのなんかちょっと取り組み方であったり、でもそこで大会でやっぱり、いきなり上手くなるっていうのは、まあ、シティダンクに限らず普通のスポーツでもそうなんで、やっぱり一回大会に、参加して、やっぱり自分の実力を試したり、やっぱりチームワークというか、一緒に出たチームとすごい仲良くなれるんで、もう本当、一回大会、ちょっと出てみてほしいですね。で、今回、久しぶりの大会で、なんで、まあそこで名前を挙げたい人であったり、っていうの、で、久しぶりの大会で1位になったら、すごい名誉なことなんで、ぜひ、一回、はい、参加、みんなで参加してほしいですね。で、ちょっとまず紹介したいと思います。で、はい。で、まず反逆さんの、大会については、反逆さんの、ツイッター？そう、そこをやって調べれば多分、出てくると思うんですけど、か、ここですね、CP っていうところの、CP っていうの談話室、談話室っていうところに行けば、で、に書いてありますんで、このちょっと配信終わって、ちょっと詳細見たいなっていう方は、ちょっと、はい、これ、ディスコードっていうアプリ持ってない人は、もうツイッターで、見ればいいと思います。で、ちょっとまず見ていきましょう。で、まず日程が8月8日ですね、の19時から、開催されますと。多分日曜日かな。確か日曜日の8月の8日の日曜日に開催されますと。で、で、これ賞金がすごいんですよ。1位3万円ですよ。で、2位が 1.5 万円。3位が6000円。で、4位が 4.5 千円。4500円ですかね。分の、iTunes カードか Google Play カード。で、Amazon ギフトカード。そう、メッセージ送れるようなものが、もういただけると。入賞すれば。いや、もう3万円あったら何できる？もうスイッチ買えるぞ、下手したら。ちょっと出せば。スイッチ買えたり、もう iTunes とかやったら、iTunes カード何できるかな？音楽とかかな？Google プレイも課金し方でも他の、もうシティダンクに課金していただいても構いませんし、他のゲームに課金。3万円分できるってなかなかないっすよ。1位取れば3万円がもらえると。で、もう運営次第で、オリジナルフレームを運営の方、シティダンクの運営の方に作ってもらえるんで、オリジナルフレーム。この大会のオリジナルフレームが、後々多分発表される可能性はあるかもしれないですけど、オリジナルフレームがもらえる可能性があると。で、あとなんか、その、
ゲームの中のアイテムとかも多分あのシティダンクの運営から支給、なんか前の大会とか毎回そうやったら支給されたりするんで、まあ、本当実力があってもう入賞できるぞって方は本当賞金であったり、フレームであったり、そのゲームの中のアイテムっていうのを本当目指すと、もうバチバチ目指してくるんじゃないかなと思います。はい。で、ちょっとで、そう。で、そうですね、ここに行くと、大会のトーナメントにエントリーできるんで、エントリーサイトはこちら、そう。反逆さんの、ツイッターにまず行って、で、ここに押すと、クリックすると。したら、そう。大会にエントリーできるサイトが出てくると。で、さらにちょっともっと細かい、情報が出てくるんで、そう、8月8日の9時から、あ、じゃ19時から、で、賞金も書いてあって、で、大会のルールも、一応詳細が、ツイッターよりもちょっと詳しく書いてあります。3on3、使用キャラ、スキン、スキル、スキンの制限はありませんと。まあ、もうほんと、いつもやってる通りの、やり方ですね。で、試合ごとにキャラの変更も OK とします。まあ、例えば、あのチームの SF は、サマンサを使ってると。だからこっちは、SF で行くとコピーされてしまうんで CF に変えるとか、そうですね、本当、相手によって、前もって情報を収集しといて、扱うキャラ変えたり、もうそこは本当駆け引きになってきますよね。そうやな。もう駆け引きとかもありますんで、本当仕事に、キャラ本当いっぱい持ってる人はもう本当、キャラごと、試合ごとに変えてもいいかもしれないですね。で、試合中のラグ等に関しては、運営の判断にて再試合を考えますが、基本的にはなしで考えておりますと。やっぱシティなんかちょっとラグが多いんで、ラグで再試合をちょっと、毎回再試合してたらちょっと収集がつかなくなるんで、多分そこはなんか、なしにするのかな。まあ、しゃあないですよね、このゲーム、ラグ。もう当たり前のようにラグが出てるんで。でも本当、ラグで、そうやな。試合の流れが変わったりするんで、もう、時の運とかもありますね。で、試合早々に動かなくなったりとかは再試合としますが、途中で動かなくなった場合は再試合なしとしますので、試合を続行してくださいと。で、煽り行為、試合中の過度なスタンプ、ショートカットの使用は控えるようにお願いいたしますと。そう、煽りはダメですよ。正々堂々、スポーツマンシップにのっとって、試合してください。で、各ブロック上の組み合わせから、順に試合を開始します。4つブロックがあれば4試合同時開始。そう、A ブロック、B ブロック、C ブロック、D ブロックやったら、そうですね、多分それぞれのブロックで、試合を進めていって、まあ、どんどん勝ち上がっていくと。で、トーナメントの表の組み合わせは、1週間前の8月1日に、発表します。参加組数に関しては、今のところ制限はありません。ただこれ多分60チームって書いてあるんですけど、多分それ以上来ても、おそらくですよ。おそらく、まあいいですよと。なんで本当、そうですね、もうみんな本当参加してほしい限りですね。そう、そうやな。で、みんなで盛り上げましょうと。やっぱこれが、本当、盛り上げたい。やっぱ一番の理由ですんで。意味わからんこと言ってるな。ごめんなさい。まあ、とりあえずみんなで盛り上げましょうと。で、参加する方法に関しては、まず反逆さんの、ツイッターから来て、で、ここに、飛ぶと。で、この大会エントリーっていうボタンを押すんですよ。
で今60チーム中6チームが参加していると、あのもうエントリーされてるんですよね。で締め切りが7月25日ですかね、ここを。でこれまず大会をエントリーを押すと、まあ、こんなんで出てくるんですよ。でね、なんかこのトーナメルっていうあのとこのエントリーにログインする必要があります。これ新規登録をして、でお好みのアカウントで新規登録、まあ登録していただいて、代表さんですかね、チームの代表が登録していただいて、で新規登録してログインして、で大会にエントリーできるとっていう流れになっております。まあ、ちょっと軽く説明させていただいたんですけど、うん、またあの分からないことありましたら、あの反逆さんのあのツイッターで多分大丈夫だと思うんですけど、個人的に聞いていただければなと思います。はい、とかあのここに普通にあのコメントとして聞いていただいても構いませんし、うん。でまだ本当今6チームなんで、うん、チーム数が増えると私も一部のブロックをもしかしたら配信させていただく可能性もありますんで、はいはい、もしかしたら私のところでも試合の様子を審判として配信解説させていただく蹴る可能性がありますんで、ぜひどんどん皆さんはい、ちょっと迷っている方はもう絶対に参加してほしいですね。やっぱりうん、やっぱ大会っていうとやっぱ強い人しか出たらダメなイメージがあるんかなって私も思ってたんですけど、もう全然もう関係ないです。もう本当に今実力なくて始めた、まあ始めたばっかりやったらちょっと勇気ないかもしれないですけど、もう本当出たいっていう意思があれば、もう多産に集めていただいて、うん、ぜひ参加してほしいですね。で、うん、でも、もう実力がある人はもう本当、みんな出てほしいですね。みんな、みんなバチバチに久しぶりに、やってるとこ見たいですね。うん。うん、あと、そうやな、あと、うん、いつもやっぱり自分のチームと相手が戦ってるとこしか見てないんで、私個人的にはなんか本当、あのチームとあのチーム戦ったらどうなるんやろうとか、個人的には見たいですね。なんでぜひ、はい、大会に、もうちょっとでも本当大会に出ようかなと思った人はもう絶対に出てくださいね。私もしっかり私が見れる試合ははい、応援しますんで、ぜひぜひ大会に参加するようにしてください。で大会に何やったかな、そう仲間集められないなっていう人はどこやったっけ、そう、あれ違うな。うん。ちょっと間違えたかも。そう、とりあえず3人集めて、はい、大会にエントリーしてくださいと。で、今後、ちょっと大会に今回、仲間集めれなくて、出れなかったなと、っていう人もいると思うんですけど、やっぱ大会を見るのもすごい楽しいんで、ぜひ、当日、まあ、もし人数集まったら私も配信すると思いますんで、まあ、おそらく反逆さんが、なんかの媒体で、まあ、YouTube か、ミラティブか、なんかの媒体で配信すると思いますんで、ぜひぜひ、頂点同士の戦い、うん、私のいつも配信見てる方は私とはなんか強い人っていう感じなんですけど、本当頂点同士の戦いは本当
もっともっとあのハイレベルでバチバチにやってますんで、ぜひぜひ、大会に出ない方も、楽しめる、大会となると思いますんで、ぜひ、大会を、みんなで楽しんでいけたらなと思います。はい。じゃあ今日もありがとうございます。はい。またわからん、そう、さっきも言ったんですけど、わからないことだったら、もう私に聞いたら、また反逆さんに聞くと思いますんで、まあ直接反逆さんに聞いていただいた方がスムーズかなと思いますんで、はい。よろしくお願いいたします。じゃあ今日も、ありがとうございました。またチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。じゃあ今日もありがとうございます。ではでは。